どうも響きテクのポップです。はい、昨日は一日風邪で寝込んでいて投稿ができませんでした。非常に悲しい結果です。はい、ですが今日もあまり本調子ではないのですけども、こんな、ね、ガラガラの鼻声なんですけども、ちょっと一応曲は作ったので皆様にお届けしようかと思います。はい、今日もやっていきましょう。こちらです。はい、もう皆様おなじみかと思いますが、はい、響きテクのポッププレゼンツ1日1曲プロジェクトです。はい、なんと6日目です。本当は7日目今日で1週間イエーイってなるはずだったんですけど、はい、まあ気にしないでやっていきましょう。はい、それでは今日のテーマを紹介したいと思います。今日のテーマはこちらですね。はい、昭和のゲームっぽいなんですけども、はい、このね、風にちなんだ曲が来るのかと思いきや、まさかのゲームっていう、ね、いろいろね、いっぱい弾き直してね、ああでもないこうでもないっていろいろ悩んだんですけども、結局行き着いたのがここでした。私はね、いつもテーマを決めてから曲を作るっていうよりかは、曲を作ってからテーマをこう上に乗っけるっていう形をとってるので、毎日こういうね、心とは全然関係ないこの音楽が出来上がってしまうっていうところがまたそこ面白さなのかなって思ってます。はい、それではお聞きいただきたいと思います。昭和のゲームっぽいです。どうぞ。はい、お聞きいただきましたのは今日のテーマ、昭和のゲームっぽいでした。はい、いかがでしたでしょうか。なんか何とも言えないこの安っぽさありそうだなっていう、なんかこの音といいね、このリズム感といい、すごく私は気に入っておりますよ。はい、ちょっとね、本当に声が全然出てなくて鼻声で本当に申し訳ないんですけども、まだねこのプロジェクトを再開していきたいと思いますので、皆様ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、本当にね、この時期もうすごい寒くなってきて、みんな周りで風邪ひいてます。本当に気をつけてください。私が言えることじゃないんですけど、気をつけましょう。みんなでインフルもね、もう出てきてるみたいなので気をつけましょう。はい、それでは明日もお会いしましょう。以上、響きテクノポップでした。バイバーイ。